日々つれづれなるままに、山内千代文が日々生きておりますと、はい、まあ、もやもやする話が、まあ、こと、今月もありましてね、うんうん、今週もパンプキン武田くんとお互い、マスクをして距離を取って、ラジオ収録しております。感染症にならないためにね、はい、やっております。やっぱ聞かれます。気になるか。この前なんてあれですよ、八冠じゃなくなった藤井聡太さんからも聞かれますもん。ああ、はい。もうそれどころじゃないのにね。でもさ、十分だよね。十分だよ。7巻でもいいじゃんね。すごいよ。ねえ。やっぱあれなのかな、強欲なのかね。別に7巻でもいいのに、なんかみんななんか8巻じゃなくなったみたいなこと言うから、周りがね。ね。本人はそんなに多分。別にね、いつでも取り返せますような感じだと思うんだけどさ、なんかそんなに言うことねえのになって思ってさ、ね、本人もまあ悔しいだろうけど、まあまあこういうこともあれをねみたいなね、相手も強いだろうし ね、研究もされるし、うん、そんなに言うことないのに ねと思うんですけど、そうそう、まあそのソータさんからも聞かれてますので、そう、ね、答え、聞きますと、うん、どれくらい離れてるかっていうと、大阪関西万博の公式キャラクターミヤクミヤクが吉本新喜劇に初めて登場して乳首ドリルを披露したくらい。マジで？はい。乳首ドリル。しかもなんか喋ったらしいっすよ。え？ドリル、ドリル、ドリルすんのかーいってやったらしいっすよ。マジで？ミャクミャクくん。ミャクミャクくんがやったらしいっすよ。なんかちょっと高い声だったらしいっす。初めて喋ったのが、ドリルすんのかーい、ドリルせんのかーいだったらしいっすよ。ちょっと、スッチーさん？そう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 。あ、スッチーさん。ああ、俺の見たやつだと、スッチーさんじゃない、やられてる方だった。やられてる方がやってた。はいはいはい、なるほど、なるほど。はい。だしっす。玉よ姉さんが連れてきて。玉よパンティーテックスが。玉よ姉さんが。そうかそうか、まあ、万博に向けて、はい、いよいよ。いよいよ動いてますからね、本当に。アピールもね。はい。すごいよね。ドリル専門会パビリオン作ればいいのにね。オートで。オートで。そういう専門の、日本の文化として。で、外国人がドリル専門会。ドリル、ドリル、ドリル、ドリル専門会。で、いろいろこうね。そこに侍を感じてくれるかな。そう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 。やっぱそういうのあってもいいと思います。はい。というわけでですね、じゃあタイトルコールいきたいと思います。火曜ゴールデンライン、山内千代文のチアットスタリーム。時刻は10時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。 T ライズ笑いのエヴァンジェリスト山内千代文とパンプキン武田です。はい、というわけでね、もやもやする話やっぱありましてね、はい、いやちょっと言ってきたいなと思うんですけれども、うん、特攻野郎 A チーム、あー、僕ら大好き特攻野郎 A チームが、ね、よく見てましたよ。はい、今ですね、BS でやってるんですよ。ただ、BS も毎週じゃないんだけど、毎週木曜日あたりにやってんの。はい。で、あ、懐かしいなと思って、うん、まあ見てるんですけども、はい、幼い時と今見るとやっぱちょっと違うんですね。幼い時は楽しかったよ、すごい。すごい楽しかったじゃない。うん、俺らいつ、小学校じゃないかな。だよな。うん、ナイトライダーとはいはいはい、そうそう、エアーウルフとでもあれ A チームは土曜の夕方とか、そうそう、昼午後あたりだよね。俺もそんぐらいのイメージだよね。そうそうそう。で、特攻野郎 A チームで4人出てくるんですよ。出てくるね、ハンニバルっていうリーダーと、はい、うん、フェイスっていう、はいはい、色男、そうね、で、コングっていう、はい、力持ちと、あとそのメカニック、はいはい、あとクレイジーモンキーっていう、はいはい、まあ、これも運転手、そうね、うん、飛行機とかの運転とかできるんですけど、うん、この4人がいるんです、はい、武田君この4人だから誰好きだった？俺、うん、俺モンキーかな。だろ、うん、クレイジーモンキーだろ、うん、俺もクレイジーモンキー好きだったの、うん、一番なんかまあ明るくて、そう、ね、お調子者で、うんうん、なんかちょっとねチームのなんか雰囲気をね、そうね、よくしてくれる、うんうん、まあ3枚目のキャラなんですけど、僕もクレイジーモンキー好きだったんだけど、はい、大人になってみると、うん、うざいのよクレイジーモンキーが、クレイジーモン、俺ら子供の頃クレイジーモンキーってそんなにクレイジーじゃないと思ってたの。でも大人になってみるとすっげえクレイジー
邪魔だなこいつと思うぐらいクレイジー。あ、そうですか。はい、見てくださいぜひ。本当にクレイジーですから。なんか銃の撃ち方とかもクレイジーなのよ。ちゃんと狙って撃たねえの。なんかもう適当にババババって撃ったりするの。あ、当たっちゃうんだけどね。まあ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 。うん。なんかコングをこう茶化したりとか、ね。そうそう、コングを茶化って茶化さなきゃいいじゃん。なんで茶化すのみたいな。でもあの時は楽しく見て、楽しく見てたんだけど、うん、今見るとねやっぱイライラするんだよね。そのなんだろう、組織として組織と組織人として働いてるからさ、あ、そうかそうか、こう場を乱すやつがいるとさ、なぜ一つのことに集中してやればいいのにって思って、なるほどね、思っちゃうんだよな。はい、フェイスはね確かにその女の子を口説くけども、はいはい、でもちゃんとやります仕事は。そうだね。でコングもちゃんとやります、はいはい、でハニマもちゃんとやります。やるね。クレイジーモンキーだけなんだな。ちゃんとやんねえの。なんかね、ぜひ見てください。あ、そうですか。で、コングいるじゃん、はいはい、コングってミスター T っていうプロレスラーなんですけどね、はいはいはい、コングってすっげえでかいイメージあったじゃん。うんうん、でかいイメージあったよ。ちっちゃいっす。そんなわけないでしょ。それを見てください。そんなわけないでしょ。ほんと見てください。そんなにでかくない。フェイスと同じくらい。そんなわけないじゃん。ほんとだから。フェイスの方が若干小柄なイメージ。いやいやいや、もうフェイスがスラッとして。同じくらいです、身長は。あ、そう。はい。でも、飛行機だけは勘弁だ。まあ言ってます。言ってた。俺はコングっつって。オープニングで。メーカーのことは何でも任せろ。でも、飛行機だけは勘弁だ。ね。あの、自己紹介みたいな、ね。自己紹介の時あるんですけどね。あれを言ったら、もう飛行機だけ勘弁、バウバウつって。バウバウつ松村さんのやってる高田文雄さん、飛行機バンバンっつって受けてた、ね、でね、A チームはさ、追われてるんですよ。あれなんで、そう、あの背景全然我ら分かんなかったんだけど、もともとベトナム戦争に、はいはい、行ってて、うん、ハンニバル、フェイス、コングが、うん、なんかね、まあ、軍規違反したんですよ。その軍規違反も、いい軍規違反って、本当、悪上長がいて、はい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 、それをなんかやるために、こう、軍規違反して、閉じ込められちゃったらしいんですよ、はいはい。で、閉じ込められたのを、クレイジーモンキーが、ヘリコプターで助けて、うんうん、で、本国に戻ってきて、はいはい、で、自分らがもう罪をかばされたから、自分らの潔白を明かすために、各地を回って、その、最終的なやつっていうか、なんか、まあ、逃げながら、こう、各地のいろんなことを、こう、解決していくらしいんだけど。そんな話だった？そんな話らしいんですよ。へぇー。はい。で、それ逃げながら、こう、行くんだけど、あの、A チームの車って、黒い、なんかね、ハイエースっていうか、べっかりバンなんですよ。あー、そうだね。黒塗りに、なんかね、赤かオレンジかのラインが引いてるんですけど、まあ目立つんだよ。そうだね。捕まるだろうと思うぐらいの。もう一発で分かるだろうと、黒い車あったら、ああ、A チームだって。でも捕まらないんすよ。そうだよね。はい。そんなもやもやな。懐かしいですね、トコ野郎。はい、はい。はい。なんでぜひ皆さん見てください。やってんですね。はい、やってますから。BS で。はい。はい、でも、飛行機だけは勘弁なっていうのを、一緒に言った方がいいっす。あそこ一緒に言うのかな。言えますから、はい。言えますから。言えますから、言ってください、本当に。あと、絶対、戦闘シーンで車が転倒するシーンが絶対ありますから。当時の流行りだったんだろうな、ハリウッドってな。そうね。車がブーン、ドゥンっていうさ、必ずあんの、あれ。ね、そうね。カーアクションが あるんですけど、うん。ぜひ、本当にね、皆さん、特攻やろ A チーム、見てください。面白いんですか。というわけで、今週も30分間頑張りますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。今週かける曲はですね、おしゃれ番長藤原博さんが自身のラジオ番組の中でかけてた曲、ジュンズレディオの中からかけた曲を私が、さらにセレクトするというね、さらにね、うん、ダブルセレクトっつってよく言われてます、これ本当に、ね、言われてます、おしゃれ業界ではなんでかっこよく言っちゃうダブセレしたねっつって、でも飛行機だけは勘弁だ。これからこれ言っていこうかな、なんか滑ったら。なんか滑ったらなんかこれ一言言っていくみたいな。でも飛行機だけは勘弁だ。ね、いいと思いますけど。いいかな。
聞いていただければと思います。1曲目です。アリスルーでオープンマイドア。おー、もうついちまったものはしょうがねえじゃねえかのコーナー。はい、こちらのコーナーです。平原綾香部。はい、ありがとうございます。平原綾香部始まりました、はい、今週30回言いますと8540回です。はい、はい、ハゴシオですね。ハゴシオの回です。毎回何もかかってないんだ。マジですか。歯をゴシゴシしよう。はい、武田君はあの歯磨きは1日何回しますか。私2回やりますよ。朝言うですか。そうです、ね、寝る前ですか。はい、あ、歯磨きは歯ブラシは何を、普通の歯ブラシを使われますか。なんかこだわりありますか。こだわりまあ、特にはない、ないですけど。はいはい、私はゴムの歯ブラシを使っています。歯の毛先がゴムなんですよ。そんなのある？あるんですよ。毛先がゴム？毛先が、全部毛がゴムなの。それ磨いた感じするの？するする、すっげえする。すっげえするの？騙されたの持って買ってみ。面白いから。普通の歯ブラシの毛ってさ、使ってればだんだんこうね、割れてくんじゃん。なるなる。あれないの。ないの？うん、ゴムだから。ゴムだから。うん、だからね、歯と歯の隙間とかに入んないよ、ゴムだから。はいはい、ちょっと太いから、はいはい、だけど、でも面積的にね、磨き残しがない。びっくりする。マジで？うん、キュッ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 する。もうキュッキュッするっていう話をうちの社長にしたら、うちの社長はさらに上を行ってて、水でさ、フロストまでやってるらしい。うちのは家計としようが、そうそうそう、ズズズズズってやってるらしい。いいのかな。やっぱ歯を、歯は大事ですからね。ありがとうございます。なんで皆さんもぜひ歯を大切に、はいはい、歯ごしようです。はい、じゃあ私のせーのって言いますと、あーいやのジュピターでエブリーデーの部分は慣れますので一緒に行っていきましょう。参ります。せーの、エブリーデー、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 ラスト10回です。せーの、エブリーデー、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 ラスト5回です。せーの、エブリーデー、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 ラスト1回です。心込めて、せーの、エブリーデー。ありがとうございました。というわけでまた来週も頑張っていきましょう。以上、平原綾香部でした。今週の2曲目です。スローでスーパーエゴ。おー、待ちちまったらしょうがねえじゃねえかのコーナー。さあ、こちらのコーナーです。のりかぞサンドペーパー。はい、始まりました。このコーナーでございますけど、このコーナー大女優藤原のりかさん、うん、女優としてもタレントとしてもモデルとしても一流でございまして、もちろんです。さらには、歌舞伎役者の片岡愛之助さんの奥様として、そうね、梨園の女性としてももう活躍はもう一流でございます。そうです。はい、でもなぜかのりかさんが情報発信するたびに僕のハートが粗めのヤスリでザラザラ削られるって。はい、どん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 削られていきます。そうですか。はい、削りかすどうしたらいいんですか、のりかさんと思うんですけども、それの理由をですね探っていくコーナーでございまして、はい、主にですね、のりかさんのブログ、アメブロやってらっしゃるんですけど、はい、もう紆余曲折が本当にありまして。今ののりかさんの、ブログのタイトルは、藤原のりかのノリノリ日記っていう、タイトルになってるんですけども、はいはい、まだ、ブログのトップページっていうか、はいはい、上の部分は変えてなくて、つれづれはんなり日記っていうままになってます。まだなってます。なるほど。はい、6月の段階ですけどね、まあ7月の終わりだから、うん、もしかしたら変わってる可能性ありますけれども、はいはい、なりますね。ああ、というかあれですよ、武田君、はい、
今週が7月の23かな、これはオンエア日が30だな、うんうん、ああ僕誕生日迎えましたそれ先週の言うの忘れてたそうですか、はい、47、はい、ああそうですか、47ですね、おめでとうございます、うん、はい、はい、というわけでそんな47歳がのりかさんのことをですね喋っていくわけでございますけど、やっぱりザラザラするの、ザラザラします、ザラザラしちゃうよ、1個目のザラザラいっちゃう、いっちゃおうか、のりかさんの睡眠時間って何時間だと思います、やっぱりどうだろうね、でも忙しいからな、うん、なんとか5、6時間取ってんのかな、女優さんだしな、そうやっぱ肌のこととかもさ、そう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 、あるじゃん、うん、だから結構睡眠時間取られてんのかなと思ったらびっくりですよ、うん、3時間うわっショートスリーパー、ショートスリーパー出ました、2000年あたりから3時間なんですってあ、そうですか、びっくりですよ、20年、はい、ショートスリーパーね、あの鶴太郎さんでさえあの片岡鶴太郎さんでさえ4時間ですよ夜7時に寝て夜11時に起きるっていう鶴太郎さんでさえ4時間なのに、あ、何か3時間です、鶴ちゃん声、鶴ちゃん声ですよ、で、まあ、眠くならないんですかっていう、そ、あの質問に対しては、ね、うんうん、お昼寝をするらしいんですけど、うん、お昼寝を、はいはい、コーヒーを飲んで30分ぐらい、お昼寝するとパッと目覚める、すっきりするんだって、ほうほうほう、うん、で確かに俺もそのコーヒーを飲んで寝ると目覚めすっきりは体験したことあるから、そうですか、うん、それはまあまあだと思うけど、うん、3時間はすごいな、すごいな、だって3時間でさ寝てさ、で起きて、そのいろんな愛之助さんのこととかさ、はいはい、自分自身のこともやられたりするんだからさ、うん、できないよねと思いつつ、え、信じてないの3時間、え、信じるとでも俺すごい、あ、そう、すごいな、ショートスリーパーだって俺はもうスッと入って3時間っすよスッと入ってきた俺は、いやいや、それはいや、体ボロ出ますっていくらのりかさんだって、20年3時間あ、さすがな、スッと水素水ですごいでしょ。あとのりかさんテクニック、はい、のりかさんは写真を撮るときどんなときでもいつでも油断せずにすごく綺麗なポーズを撮られるんですって、うんうん、はい、でそのやり方っていうのが、うん、みんなで写真を撮るときにどうするかと思う、どうすると思う、やりか、みんなで写真撮るときに、そう、今写真撮りまーすってときのりかさんがする行動、行動なんだろうね、ちょっとこうハスに構えるとかなんか、まあそれもあるんだけど、うんうん、一番は下がるんだって、はあ、みんなより下がるんだって、なるほど、下がってハスに構えんだって、なるほど、そうすると小さく綺麗に見えるんです、なるほど、なるほど、策略家だなー、と奥ゆかしさじゃないですか、一歩引くっていう、策略家だー自分がよく見、あ、よくさ、あったじゃん、なんかさ、タレントさんが共演のタレントさんと一緒に撮って、なんか言葉あんまり良くないけど、比べるってやつ、はいはいはい、自分の方が可愛いってやつ見せるために比べるってやつ、はい、それです、まあそんなことありつつ、はいはい、のりかさんのブログからいきましょうかね、はいはいはい、舞台カルメンに故郷に帰るの制作発表記者会見というブログからです、はい、冒頭の挨拶は原作の映画の中で高島秀子さん演じるリリー・カルメンがリリー・カルメンですどうぞよろしくとポーズを決めるのですが、そんな様子でご挨拶してみましたということで、カルメン故郷に帰るの舞台の主役に、うん、今回藤原紀香さんが抜擢されたということで、はい、その映画が先にあって、まあ昔の映画なんですけど、うん、それの舞台化で、その映画の中で、カルメンですっていう、なんか、ポーズを取るんですって。そう。それを、その舞台の、何?制作発表、記者会見の時で、はい、今回、リリー・カルメン役を務める、藤原紀香さんです。どうぞ、みたいな感じで、紀香さんに話を振られて、時に、紀香さんが、
リリー・カルメンですっていうポーズを取った。なるほど。です。うんうん、はい。で、演出家の先生も、松竹の山根副社長も皆さん笑顔でにこやかな、終始にこやかな会見になりましたっていう、いいね、写真なんですけども、うん、はい、武田さんこれ見ていただければ写真見ますね、はい、はい、のりかさんがリリー・カルメンですというポーズを取ってます。で両サイドに、こちらが左側に、演出家の先生、こちらがあの右側が副社長で、まあ、笑ってらっしゃるんですけども、どうでしょうかこれ、私的には引きつってると捉えてもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、私もパッと見た感じどうしてもこういわゆる苦笑と言いますか、苦笑ですよねこれね、はい、見えちゃう感じはあります、ありますよね、あります、はいはい、爆笑じゃないですよね、笑顔ではありますけど、多分引きつられてるな感は出るんですけども、はい、そんな、リリー・カルメンの舞台をのりかさんがやられちゃう、たまたまそう見えただけかな、でもこれ急にやられたらやっぱそうなっちゃいますよねそうなっちゃいますね、そうかな、まあまあ、大人な対応ですよねこのお二人はねあーっていうね、あーっていう、でご本人はもう本当に やりきったぜみたいな、そうだね、うん、感じになってますけども、はい、よかったらのりかさんのブログでご覧ください、はい、でそんな、のりかさんなんですけど、このブログの最後にいろいろこう書いてらっしゃるんです。ハッシュタグでね。うん、ハッシュタグ、カルメン国境に帰る。ハッシュタグ初の舞台化。ハッシュタグ日本初のカラー映画。ハッシュタグ舞台。ハッシュタグ制作発表。ハッシュタグ偏見や差別。ハッシュタグ働く女。ハッシュタグストリップ。ハッシュタグダンサー。ハッシュタグ芸術。ハッシュタグ太陽な人。ハッシュタグチャーミング。ハッシュタグ魅力。ハッシュタグスーパーポジティブ。ハッシュタグマリリン・モンロー。ハッシュタグ憧れ。で、最後の方で、ハッシュタグ、徳重聡。ハッシュタグ石倉三郎って、ね。書いてありまして、ちょっと待って、はい、石倉三郎さんもう出てらっしゃるんです。あ、そうです。徳重さんも出てるもんね、第二の石原裕次郎ということで、そうだね、一世をね奮起しましたけども、はいはい、そして、石倉三郎さんも出てらっしゃるということで、はいはい、もうコントレオナルドのね石倉三郎さんでございますけどもうその冠ないですよ。ないんですか？ないですね。あれさ、石倉三郎さんと言ってもね、レオナルド熊さんとコントレオナルドにないですか？もうないですよ。もうね、俺これで、ね、もうレオナルド熊さんのね一個だけ話持ってて、あ、はいはい、レオナルド熊さんはね、腐りかけの缶詰が一番うまいっつってましたからなので、ね、レオナルド熊さんの自宅にはですね、膨張した、ね、缶詰がいっぱいあったんですよ。本当にそれ、はい、これ俺テレビで見てね衝撃受けたんですからあ、缶詰ってこうなるんだと思って、パンパンなんだ、パンパンになってる、ボッコ膨れた、ボッコボコ膨れた、でも熊さんは腐りかけの缶詰が一番うまいっつってた。それは僕を学びました、ね、熊さんからコントとかじゃないですよ、腐りかけの缶詰が一番うまいってことを学んだんですね。そうか、はい、幼い頃に幼い頃に、衝撃だったね、衝撃だったんですね、そんな話がのりかさんから思い出したところでございまして、エンディングでございます、はいはい、最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の T ライズ、の、いきなりライブはですね8月2日になりますので、ぜひ遊びに来てください、はい、というわけで、まあ話したいこといっぱいあるんだけども、まあ本当に時間がなくてね申し訳ないんですけども、はいはい、この前ね楽天が交流戦で優勝したじゃないですか。ね、そしたらあの LINE がピコーンとなって、お、誰から LINE 来たと思ってパッと見たら、大門優作さんから楽天優勝したねっつって、急に大門さんから、俺そんなに楽天ファンでもないんだけど、いいね、楽天優勝したねって大門さんから来たんで、さすが、お返信で、うん、優勝大芸と思ってやりました。そんなことがありました。リアグのね。はい。では、誰しも聞いていただければと思います。今週のお相手は T ライズ笑えないエヴァンジェリスト、山地チョプミと、パンプキン武田でした。それでは皆さんもおやすみ！ポクチー、ビーナース、アイリス、大山でしょうがー